こんにちは、吉田奈々子です。動画を出す詐欺を繰り返して、超久しぶりの投稿でございます。はい、すいません。私が言ったことはほとんど嘘なことがないので、あんまり信じない方がいいです。有言実行できないです。すいません。このオープニングは後撮りで、本編の方でもこのことについて発生しているんですけど、重複しちゃうんで、そっちは無視して大丈夫です。ここでちゃんと謝っておきます。すいません。はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。やっと梅雨も入ったのかな、入ってちょっと暑くなり始めてきましたね。私はすごい汗っかきなんですけど、寒がりなので、外に出ると、もう発汗がひどくて、汗で死にそうになって、家の中はクーラーが寒すぎて死にそうになってます。皆さんも体調管理には気をつけてください。はい、こんな話はもう置いといて、早速動画の方に、移っていこうと思います。はい。はい、始まりましたな。まず、タイムラプスを見てもらいながらお話をしていくんですけど、反省として、前回の動画で、私は3月中に動画をもう1本出すっていうお話をしていたんですけど、忘れていたわけではなくて、しかも撮ってあったんですけど、本当です。信じてください。これは本当です。でお見せできるクオリティの動画にならなくて投稿をやめました。ということで、この動画が私の2本目の動画になるんですけど、1回目の動画の感想として、あの動画を出してチャンネル登録者数が20人になりました。この何ヶ月間で減っちゃってるかもしれないんですけど、自分的にはとても多かったので嬉しかったです。2人ぐらいしか登録してくれないかなと思っていたので、すごい嬉しかったです。ありがとうございます。何話そうかなザコピックアワード2021の参加作品なんですけど、こちらタイムラプスで撮ったものになります。今のところまでは全部撮れてるんですけど、背景を塗るところがちょっと撮れてなかったり、あと映ってないところでちょっとバレないかなと思ってちょっと進めちゃったところがあって、そういうところもあったりで、全部が全部撮れてるわけではないんですけど、一応タイムラプスとして10分以上ある見応えのある動画になっております。タイムラプスで10分以上って結構ありますよね。割と時間かけて塗ったなって今思います。すごいどうでもいい話なんですけど、ちょっと誰かに伝えたくて言いますね。この間バイトをしてる時にレジやってたんですけど、フィリピン系の外国の方、おそらくフィリピン系の方がいらして、なんか袋って付けられますかって言われて、はい付けられますって言うつもりだったんですけど、なんかわかんないけど、うんって言っちゃって、なんか、タメ口で、うんって言っちゃいました。はい、こんな話はどうでもいいですね。ちゃんと絵の話しよう。私が今まで塗った中、描いた中で、この作品っていうのは、今までで一番うまくできた作品だなって思うんですけど、去年もそのコピックアワードの作品を作っているとき、制作しているときには、その作品が私の最高傑作だと思っていたので、何が言いたいかというと、何が言いたいんだろう。来年も、その来年作るものが自分の最高傑作だなって思える作品になるかなって思います。何が言いたかったんだろう。成長してるなって思いました。今やっぱその当時の作品を見ると、やっぱりこの
ックアワード2021で書いた作品よりは劣るものがあるというか、その熱意とかも全然違ったり、でもやっぱりそのこういうコンペっていうんですかね、コピックアワードに出す作品っていうのはすごい普段描くイラストよりも熱意がこもってると思います。はい、集中力が違いますね。これ全部で合計すると、まあ何時間だろう、7、8、9、10その辺、8時間くらいかな、わかんない。あ、でも線画からって考えると、私一回線画書き終わった後にもう一回書き直したんで結構かかってるんですけど、一日を通して書いたわけではなく何日かに分けてコツコツ完成させていった形になります。大体なんかそういう時ってあんまりうまく書けないんですね。私一回一括でやっちゃった方がうまく書けたり、集中力も持続できますし、なんですけど、でもこの作品に取り組むときはどんなときでも結構真剣に取り組んでたなって思います。割とめんどくさがり屋は関係あるかわかんないんですけど、いろんなところで妥協してしまう癖があって、何においても、なので妥協しちゃうことあるんですけど、この作品ではどこでも妥協しなかったなって思います。ここです、ここです。この部分、音が飛んじゃってます。せっかく頑張ったのにな。今まで独学で結構やってきたんですけど、今回は、YouTube の方で、コピックエシさんのメイキングを見て、宇宙の塗り方の勉強をちょっとしてみたり、あと一応は、写真を見ながらですね、なるべくその写真のものを、そのまま、転写する、なんだろう、そのまま描けるように頑張りました。そのまま表現できるように頑張りました。はい、あんまりメイキング動画とか見たことなかったんですけど、やっぱりちゃんと見ながら塗ると違いますね。宇宙なんて全然塗れなかったんですけど、塗れた、私にも塗れた宇宙。でもやっぱり自分の特徴というんですかね、なんだろう、自分なりの塗り方として、そのクリスタルみたいな、宝石みたいに見える塗り方を持ち味としているので、その部分は大切にしながら制作していきました。入賞できる作品になったかって言われたらちょっとわからないですけど、自分としては好きな作品だし、でも去年よりは確実に多くの人に見てもらえていると思うので、その部分はとても嬉しいです。その上で入賞とかできたら、まあなおさら嬉しいんですけど、でもやっぱり多くの人に見てもらうってことが今回目的です。なってます。ここね、メロンソーダイメージしたんだけどね、なんかちょっとそれはうまくいかなかったかな。メロンソーダ飲まないしね、関係ないかもしれないけど、メロンソーダがそんな好きじゃないっていうのもあるかもね、わかんない。炭酸飲料はね、昔から嫌いなんです。だから多分お酒も嫌いなのかな、わかんない。作品に割と手を入れたりするんですよ。書くのは苦手なんですけど、手をね入れるんですよ。それが皆さんご存知のアルフォンス・ミシャっているじゃないですか、アール・ヌーボーの代表とする、なんあの人は何なんだ、画家、イラストレーター、わかんないですけど、いるじゃないですか好きなんですけど、その辺は曖昧です。その人のその展示に行って、みんなの店店に行って、椿姫、この作品もすごい有名ですよね。椿姫を見て、あれって確か、右下に
いるよ、あるよね、手が。左下かな、でも下の方にね、手があるんですよ。その時に、すごい、感動した。感動したというか、なんだろう。でも、すごい、それで影響を受けて、そこから手を入れるようになりました。正直、書くのは苦手だし、昔から好きじゃない。手を書くことはあまり好きじゃないんですけど、それでも入れたくなりました。あとね、おついちさんってご存知でしょうか？小説家？おついちさんの作品の小説を何冊か持ってるんですけど、その中でゴスっていうシリーズの本があって、そのシリーズの中の一つの事件でなんか手がテーマ手の話があって、その話も衝撃で、ちょうど同じぐらいの時にその話に出会って、まあ、それも影響してます。なんかめっちゃ説明下手だし、ネタバレはしたくないであんまり言わないんですけど、詳細はぜひ時間があったら見てください。おついちさんの作品は割とどれも面白くておすすめです。キャンディーね、キャンディーだったんだけどね、ちょっと前に塗り方忘れてた。配色はね、アイビスで塗る前に決めたんですけど、ぼーっとしてたら、このね、青色のキャンディーとね、右上の紫色だったっけな、のキャンディー、本当は逆にしたかったんですけど、ぼーっとしてたら、なんか青に塗ってて、ちょっとやっちまったなって感じがします。クリスタルはね、あんまり得意ではないけど、やっぱりコピックでクリスタルを描くと綺麗だね。この自分の描いたものがクリスタルになってるかな、クリスタル宝石になってるかなって言われたらちょっと微妙なラインなんですけど、まあ遠くから見ればそれなりそうっぽく見えるんで OK ですね。茶色はね、入れるか迷ったんです。本当はなんか色を入れようとしたんです。その赤とか黄色とか虹の中の7色のどれかを入れようとしたんですけど、まあ一応まとまりは欲しいなということで、ここで茶色を入れてみたらいい感じになりました。このね、上にいるデフォルメの女の子はね、この真ん中の女の子なんですね。この子の見てる夢っていう設定です。です。はい。これね、白でね、描く作業ね、私すごい苦手なんです。てか絵の具が苦手なんです。この作業もなんか、苦手だな。でもね、やるの。あ、その右奥に見えるのが私が練習してから塗ったっていう証拠ですね。一回別の紙でこういう風に塗ろうって練習してから塗ってます。はい、いかがだったでしょうか。動画の方は以上となります。皆さん最後まで見てくださってありがとうございました。ほら、吹きまくって予定より何ヶ月も更新が遅れましたが、できれば月に1本ぐらいは出していきたいと思っています。はい、頑張っていくのでよかったら応援してください。そしてこのコピックアワード2021のエントリー締め切りは1週間を切りました。1週間です。まだの方はぜひご参加ください。また他の人の作品もとても素敵なものばかりなので、ぜひコピックアワードで検索して応募作品のところから見れるので見てみてください。はい、はい、では次の動画いつになるか分かりませんが、また会いましょう。さよなら。